今日もクマです。Amazon ブラックフライデー先行セールが始まりましたね。皆さんはもう散財しましたか？それともこれからですか？私はもう買いました。ということで、先行セール対象の私のおすすめ商品を紹介していきますので、お買い物の参考にでもしていただけたら嬉しいです。紹介した商品はすべてこの動画の説明欄に Amazon の販売ページを載せておきますので、気になる方はチェックしてみてください。それじゃ始めます。最初の商品はこちら、スイッチのコントローラーです。26% オフということで2830円になっております。と言ってもこれはいつもこのくらいの値段ですね。安くなってるかわからんレベルです。でもそもそもコントローラーでこのお値段は安いですよね。このコントローラー評価いいので個人的におすすめです。お安いスイッチ用のコントローラーをお探しの方はこれも候補に入れてみてはいかがでしょうか。次の商品はこちら、ロジクールのゲーミングヘッドセット G733 ですね。 25% オフで14,980円となっております。結構安くなってますよね。これは私が普通に欲しいやつです。私ロジクールソフトウェア以外大好きなので、キーボードもヘッドセットもマウスもロジクールを使ってます。私が次買うならこれですね。いろんな色があって、私は白が欲しいんですが、白色はセール対象じゃないので今回は見送りですかね。黒色が良くて性能もそれなりにいいワイヤレスヘッドセットをお探しの方にはいいかもしれません。次に行きます。お次はこちら、ファーウェイウォッチ GT4 スマートウォッチですね。 15% オフで27,882円となっております。これマジでいいです。私これをお風呂入る時と充電の時以外24時間ずっとつけてます。マジで買ってよかったと思ってますね。動画撮ってる時も実は毛皮の下にいつもしてるんですよね。スマホと繋いでおくと連絡来た時とか何か通知が来たらこれにも来るので、連絡来たことに気がつかないってことが減ったんですよね。私はこれしか使ったことがないので他のがどんなものかわかりませんが、私は非常に満足しております。いろいろ種類もありますので買う際は自分に合ったものを探してみてください。それじゃ次に行きます。お次はこちら、 PS5 のコントローラー充電スタンドです。 25% オフで2249円となっております。これはマジで便利です。個人的に最強だと思ってます。もうこれ買えばいいです。安い、置きやすい、超安定してる、完璧、何も文句がないことに文句があります。ということで PS5 のコントローラー充電スタンドをお探しの方には私はこれをおすすめしたいですね。ちなみに黒色もあるみたいですが、個人的には白色の方が PS5 っぽくていい感じだなって思いますね。まあこれは完全に好みで決めればいいと思います。次に行きましょう。お次はこちら、ジョイコン充電スタンドです。16% オフで1584円になっております。これも以前動画で紹介した商品なんですが、普通に充電できますし見た目もいい感じなんですが、難点があるとすれば真ん中のこの部分がライトになってるんですが、これが永遠に光りっぱなしってことですね。線を抜くまで光ってるので気になったりします。逆に光り物が好きならいいのかもしれないです。安いので充電できればいいやってくらいの気持ちで買うのがいいですね。4個も一気に充電できますし、そのままジョイコンの収納場所としても使えますからね。気になる方はチェックしてみてください。次に行きます。次の商品はこちら、プレイステーションポータルの充電スタンドです。アダプターみたいなのをポータルに取り付けておいてスタンドに置くだけで充電できるようにするものですね。 30% オフで1451円になっております。これは今度開封レビュー動画を投稿予定で、今使用した感想を言うために数日使用しておりますが、スタンドとしてはいいが結局差しづらいのでなくてもいい感はありますが、スタンドとして結構見た目がいいのでスタンドとして買ってついでに充電できるみたいな考え方が一番いいのかなって思いました。とりあえず詳しい感想や使い勝手などはそのうち動画にしますのでお楽しみに。全体的に商品としては悪くないです。ポータルの構造上充電器を差しづらいのは仕方ない気がするんですよね。だって裏にあって見えないんだもん。見えないのに一発で刺さるわけがない。ということで次に行きます。次の商品はこちら、スイッチのケースです。これは通常版のスイッチと有機版のスイッチの対応をしてます。25% オフで2399円になっております。これマジで可愛いです。実際にしばらく使っていたんですが、普通にいいケースです。ガッチガチではないですが、踏まない限りはスイッチを守ってくれます。でもちょっと思った以上に耳の部分がでかいのでこれが邪魔ですかね。いや何言ってんの、可愛い、それだけで十分じゃないですか。使い勝手を気にしていたら可愛いものを使えないんですよ。まあ耳以外はかなり質もいいケースなのでこれはおすすめです。開封動画も昔投稿してますのでよかったら見てみてください。次に行きましょう。お次はこちら、
可愛いシリーズということで、スイッチのジョイコン用スティックカバーです。25% オフで749円になっております。これも可愛いです。正直言うと、普通のスティックカバーの方が使用感はいいと思いますが、これも可愛いに使いやすさを求めてはいけないのです。と言っても、個人的には全然つけてても問題なくプレイできておりますので、ものすごく触り心地を気にする方以外は、可愛いそれだけで買う価値ありですね。でも、ちょっと取り付けが難しいので、そこが難点ですね。それ以外は何も不満ないです。私はたこ焼きの方が好きです。次に行きます。お次はこちら、ヤギですね。なんということでしょう。79% オフで2200円になっているではありませんか。これは欲しい。このゲーム、昔ワンをやったことあるんですが、面白いんですよね。いろいろと。っていうかこれって2なくって、いきなり3なんですよね。なんでだよ。まあこのゲームに常識を求めてはいけないのです。そして、この限定版には、ぬいぐるみがついてるみたいですよ。こんなの欲しいに決まってんじゃん。買うの、買わないの。お次はこちら。現実のヨハネ、ブレイズイン、ザ・ディープブルー。これは私の趣味ですね。48% オフで、3302円になっております。調べたところ、中古価格と、あんまり変わんない感じだったので、欲しいなーって感じですね。それだけです。これはスイッチ版ですが、他の機種のもあります。でも他のはセール対象じゃないですね。安いのはスイッチ版のみとなっております。でもこれも安いな。セールのとあんまり変わらんですね。気になってた方は、今が買い時かもしれませんね。次に行きます。次の商品はこちら。これはセール全く関係ないんですが、気になってるので、紹介しますね。人生ゲームの任天堂スイッチ版ですね。やばくないですかこれ。なんかジョイコンを取り付けて実際にルーレットを回すと、ゲームの中でも回るみたいです。欲しいわ。でも、一回やったら満足しそう。あと注意書きに、オンラインで遊べるが、このルーレット型コントローラーは、オンライン時では使用できないって書いてありました。なんでや。でも気になりますね。一回遊びたいだけに8800円か、高いな。このソフトは、まだ発売してないので、予約なんですが、もうすぐ発売ですね。これは、クリスマスや正月に、家族で遊べや、ってことなんですかね。ご家族で、ワイワイ人生ゲームを遊びたい方は、これがあると、盛り上がるかもしれませんね。という感じで、今回の Amazon ブラックフライデー先行セールで、私のおすすめ商品は以上ですね。いろいろ安くなってて、全部買いたいところですが、さすがに無理なので、今回私は、本当に安くて今買うしかねえってものを購入しました。皆さんの気になる商品はありましたかね？最初にも言いましたが、この動画の説明欄に、紹介した商品の販売ページを載せてありますので、気になるものがあったらチェックしてみてください。もう皆さん買い物したくてしょうがないと思うので、こんな動画を見ている場合ではないです。今回はこの辺で、それじゃまた。